買った人も永久追放で、スノーマン、チケット、9700円が120万円超、驚愕の高値転売に高まる、厳罰待望論。9月20日、メグロレンや渡辺翔太といった人気メンバーが多く所属する、スノーマンの5大ドムツアー、レイズのチケット当選者が発表された。しかし、チケット取引サイトなどには、早速高値での譲渡を希望する、転売ヤーが出現している。 ファンクラブ販売の会員チケットは税込み9700円でしたが、一部サイトでは、京セラドーム大阪で12月25日から27日に行われる大阪公演のチケットを中心に、高値の出品が相次ぎました。中には、定価の120倍超となる、1枚あたり120万円で出品されたというエイクスの投稿が拡散されて、物議を醸しています。9月22日14時の時点でも、 同じサイトでは1枚あたり80万円の出品が掲示されている状態です芸能記者旧ジャニーズ事務所時代、そして、スタートエンターテイメント社のマネジメント体制に移行してからも、所属する人気グループのドームツアーなどのチケットは、なかなか入手できないことで知られている。そのため、X 場にはチケットが落選したファンを中心に怒りの声が渦巻いている。人生で初めて通報した。転売。50万。 ふざけんな。スノのチケット転売見てると本当に悲しいし悔しいしで涙出る。中には、こんな要望を事務所に投げかける意見も多く見られていた。買う人がいる限り転売はなくならない。買った人も永久追放でいいと思う。転売に関わった方の永久追放を、全室の芸能記者がこう話す。